自分がなんでこう生まれてきたか、なんでモデルをしようと思ったのか、一個一個もっともっと考えてみてください。ここがスタートだと思ってください。いかに20メートルのランウェイを飽きさせないようにすることができる、そこの中に私はあなたたちなりのパフォーマンスがどうやって自分のいわゆる表現を見せていく、飽きさせない、そこまで考える必要があの長いランウェイの中ではあると思います。2ヶ月あるからなんとかなるわよ、諦めないでというのが私の今の気持ちです。生きる道って書いてますけど、あなたの生きる道は何？飽きさせない勝負、これがあなたたちのコードコレクションの当日までの生きる道。